おはようございます、ラスカルでございます。今日はね、日の豚の人形町店さんに来ておりまして、これがね、一応茹で前2キロの塩のフュージョンですね、と豚フュージョンでございます。こちらの2杯をいただこうと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、すいません、いただきます。いただきます。一旦置いといて、こっちの味噌フュージョンを先にいただきます。いいよ。めちゃめちゃうまい。かなりね、スープ自体も乳化系だから、味噌とかね、フュージョンめっちゃ合う。めっちゃ合いますね、これ。うん。でもやっぱ確かに珍しいぐらい土乳化なんですけど、他の土乳化店に比べて食いにくさというか重たさはあんまりないですね。久々にハンペン油だ。焼いて食べました。焼いて行きました。うん。いらっしゃいませ。もういらっしゃいませ。うん。
少しお待ちいただけますか。ごめんなさい。はい、トッピングどうぞ。いいくらいで、はい、トッピングどうぞ。どうぞ。はい、結構今必死に10分ぐらい吸ってるんですけど、結構吸ってる分膨張して傘が変わってないんです。ずっと僕立ってる間が出てくると本当にリアルで僕は初めて見ました。それはこういう状況で吸ってこれからかけるとマクダムかけたんですけど、これ味変が塩ラーメンにみんなつくんです。塩ラーメンにみんなつきます。ただ今の状況の人に出していいのかは、でもちょっとだけ、まあ、味変にはなります。ちょっとかけてもし好みだったらば行けばいいです。味変にはなります。確かにそうなんです。塩とごま油味変ありますよね。あーうまいんですよ。うまいんだけど今味変、うん、でもちょっと味変にはなるからどうなの、うん、行けば行ったり行っても美味しいですよね。多分ね、でも油っこさは増しますけど、はい、逆にちょっと吸ってしょっぱくなっちゃった塩分がまろやかになるんで、これはこれ食べやすいかもしれないですね。じゃあどうぞちょっとずつやりながら。うん、やっぱ綺麗に汁なんじゃない汁缶になっちゃう。結局これなんですよね。どこまで飲むかラーメンだと残せるから、うん、6キロぐらい後かもしれない、うん、まあやや弱ぐらいありますね。不動産補正で8キロですね。うん、ラーメン感が冷めてきたら俺呼ぶからな。いや
やー、肉もうまかったです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。楽しかったです。